伊田正隆10月5日から2004年2月6日は、日本の陸軍軍人、実業家。最終階級は、陸軍中佐。後に、旧姓、岩田に服した。1912年10月、岐阜県不安軍、関原村にて、野砲兵第18連隊府岩田、藤太郎砲兵少佐4月に、陸軍士官学校余科に合格する。 1933年7月には陸軍士官学校本科を卒業。卒業序列は皇族、皇族を除いて6番335名という優秀なものだった。同年10月、法兵省委に任官し、野戦法兵第一連隊府となる。同連隊には終戦時に宮城事件の首謀者となる畑中賢治も所属していた。 1935年頃より、東大教授、平泉清の直門として、竹下正彦不評注意、畑中賢治法兵将尉と信仰を深める。1936年4月、男爵医大は楠木の法兵少佐の養子師となる。陸軍砲工学校高等科で学び、1939年に、沖田の門ン,ン事件では、野戦獣法兵第三旅団の観測将校として、 参加している。1941年12月、陸軍大学校を優等で卒業した。以降、第33師団参謀、軍務局会員、台湾軍参謀などを歴任する。陸軍中央に戻った枝少佐は、1944年1月に大本営移動計画を発案し、陸軍次官、富永教授中将に計画書を提出。大本営の建設場所には、 松城を選定した。この時のことを1981年12月26日に放映された NHK 番組歴史への招待の中で司会の鈴木健治アナウンサーに話している。1945年6月陸軍省軍務局軍務会員となり同月45期1選抜の一人として最後の中佐進級者となっている。終戦時 ポツダム宣言受諾に反対し、宮城事件の首謀者の一人となり、この絵師団長森宮中城の殺害現場に居合わせている。その後、赴いた陸将官邸において、陸軍省軍務局軍務課内政班長の竹下中佐と共に、陸軍大臣アナコレチカ大将の自陣にも立ち会うことになった。クーデターは失敗し、8月15日に、 陸軍省で自決する決心をしていたが、これを予期した見張りの証拠に止められ断念した。同月、重近審30日の処分を受け、同月31日、予備役に編入された。終戦後は、在日米軍司令部選手課に勤務した後、電通に入社し、総務部長及び、関連会社、電通映画社の常務を務めた。年に離婚して、 生を岩田に複製している。敗戦後も一貫して、本土決戦をすべきだったと主張していた。戦時中、台湾軍司令部に配属されていた、後藤田正春が、伊賀は台湾の部隊を無闇に移動させていたとしているが、それを米軍が航空写真で分析して、台湾に大規模の軍隊が展開していると判断して、台湾上陸が実施されなかったのだろうとも述べている。 ありがとうございます。